ゆる言語ラジオ、はい、本日も温泉旅館からお届けしております、はい、お腹いっぱいっすねいやそうですねちょうど今ね7時半、うん、夜ご飯を食った直後でございますめちゃくちゃねいい飯が出てきてね美味しかったっすね最高でしたね最近僕さ、うん、美味しいっていうことについてさいろいろ勉強していてさ、うん いいいテーマじゃななこれはそうなんですよ最近こんな本読みましてなんかどっかの回で紹介したかもしれないですけどこの「おいしさの錯覚」あああれだ「サンジョルディの日」の回で言ってたねあこれ面白かったみたいな話そう,そ,うそうですねそう、うん、これあの読んでみたんですよ、うん、どんなもんかいなと、うん、めちゃくちゃ面白いよマジで<の>おいし,しさの本質本でしたこれ。 それはぜひ読みたいですね、うん、美味しさの本質知りたいもんきっとそれはね堀本さんね小ての時点ではい、はい、あこれ美味しさの本質もだなって分かってくれると思う出た小ての時点で悟るやつねはいえー、第一章味 <laughs> ちょっと大行に構いすぎじゃないですか大冗談すぎない第一章からあーもうペーペーですわ <laughs> 美味しさのこと何も分かってないよね、えー、味えー、第一章味全てじゃないのそれがああ あいやいやいやそうでしょ<ー>味の話しちゃったら終わりあと第2章何話すのって感じこ俺だから素人は <laughs> お前も素人だ <laughs> 本一冊読んだだけだな <laughs> 腹立つなこの本の主張はい、はい、それを一言で言うとはい美味しさとは味ではないす,すごいそれはいいね、はい、逆説だし本質本っぽいし超面白そうじゃんじゃあ何なのかというと、うん、2> 第2章 香りほうあでも、まあ、直感に合うよねこれはここまではねそう、うん、じゃんでも第3章、うん、見た目なのよ <laughs> うん美味しさまあ関係なくはないだろうけどうん,うんあんま納得しないですね第う、はい、<noise> 嘘だろう <laughs> <ろ> <laughs> これちょっと言ってたねサンジョルディの日にも言ってましたねヘッドホンすればポテチうまくなるみたいなパリパリ口の中で響く音をヘッドホンで増幅させるとポテチがしけってないように新鮮に感じるっていう実験があってイグノーベル賞を取りましたけれども第5章はちなみに手触り口当たあだいぶね細かいところな感じしますけどねそれで1章使うのねそう第6章雰囲気 大丈夫か<え>分割大丈夫か雰囲気第7章と第8章堀本さんに多分怒られる案件いくよ、はい、絶対怒らないでくださいね、はい、第7章ソーシャルダイニング第8章機内食 ミーシーじゃないよね分割がね。言うと思った。機内食って。いやいさっきまでさ味とかさ音とかの話してた食い物の要素の話してたのに機内食は飯の話じゃん。章ごとのレベル感バラバラだよね。怒り出した。そうですね。その立て方よくないと思う。こちらの本の感想申し上げるのであれば前半までこの章が揃ってあたりまでずっとめちゃくちゃ面白くて後半からあれ。 これなんかかくねです <laughs> あじゃあ僕ほぼ今たどり着いてましたねその感想にはい、はいうん、でねまあこれ帯にも面白いこと書いてあってね「うん、味は皿の外で決まるといいね、うん、ああいいフレーズこれだからねサッカーと一緒だなと思ってさということあのこれ確かに実際ねえっ、ー、とね「オフ・ザ・プレート」みたいな言葉が出てきて、うん、さサッカーでもさ「オフ・ザ・ボール」っていうじゃん それどういうことかというとサッカー選手のうまい下手の中にねボール持ってない時にどんな動きしてるかっていうのがあるわけよポジショニングとかねでこれもそうなの料理もそうなのよ結局美味しさを追求するためには味以外の要素もめちゃくちゃ重要だっていう話をしてるんですね僕がこの本読んで圧倒的にびっくりした一番強いうんちくを持ってきたのでちょっと紹介してもいいですかただ紹介するだけではつまらない 我々いつもやってますクイズ形式にてうんちくを紹介したいと思いますのでうんちく冷クイズですねで、はい、画面の前、うん、いや耳で聞いてる皆様もちょっと考えてみてくださいぜひ一緒に取り組んでください、はい、問題ある調査によると飛行機内で注文されるドリンクのわかるわかるもうもうわかるわお早押しクイズですかもうわかるよどうぞあれだろトマトジュースだろう素晴らしい それはね知ってるすごい。トマトジュース飛行機で美味しくなるっていう話聞いたことあるあれ知ってるのかな聞いたことある。これは地上での割合に比べれば、まあ、当然ですが優位に高く中には地上では決して飲まないのに飛行機内ではいつも飲むという人もたくさん見つかりました、うん、堀本さんが言ったように飛行機内ではトマトジュース注文する人が増えるのですが。 それはなぜでしょうか？という問題ですねあ。理由が答えなんだ。理由がはい。うんちくなんですよ。トマトジュースがでも美味しく感じるからうんでしょう。そうです。はい、美味しく感じます。うん、当たりないんですね。うん、うん、なぜ美味しく感じるんですか？だって、この本は美味しさの錯覚ですから、そうかそうか。なぜ機内原理を置きで、トマトジュースが美味しく感じるかって話をなるほどするわけですよね。それが多分第8章機内食です。 なるほどなるほどねだから機内食嬉しくて賞立てしちゃったんだね作者は多分おお浮かれたみたいなチャールズ・スペンスさんのこと言うのもしかしてやめちゃめちゃくちゃさいいうんちくじゃんこれってテンション上がっちゃってだから賞立てちゃったんで違います機内食も面白すぎるからこれ賞にしちゃう違うすいませんチャールズ・スペンスさんはいやめてください何でもないです これね僕ねなんで知ったかっていうと志川祐希先生の漫画「はい、うつごはん」っていうねほうほうあの飯が全く美味しくない唯一のグルメ漫画みたいなやつの中に出てくるんですよ、うんはい、トマトジュースのくだりが、はい、えっとえん、その飛行機内でトマトジュースを飲むと美味しいみたいな話がそうえっとね主人公うつのは、うん、うつの, <laughs> うつのそうなのうつごはんの主人公の名前うつのはいはい 主人公打つのは初めて飛行機に乗るんだよね多分、うん、弱い20いくつにして。はい、で飛行機に関する雑学がやたらあるから、うん、あのほぼね打つご飯の一人語り、うん、モノローグは。 ゆる言語ぐらい以上とほぼ一緒なんです情報量を極限までなるべく詰め込もうとしているモノローグで何かするたびに何々の語源は何々だからそもそも何々することこそがだからあれだよねあのサラダの語源はソルトと一緒だから塩をかけてない状態で出てくるサラダはこれはサラダとは呼べないのではないかみたいなモノローグと一緒に飯食ういつも飯食ってるんそれの中で出てきたのが多分初めて飛行機に乗るんだけどトマトジュースが飛行機の中で美味しく感じるらしい。 だからトマトジュースを飲むと決めていたっつってお飲み物いかがいたしますかって CA さんに聞かれてトマトジュースをって答えたら置いてませんって言われてハんズハんズえあじゃあお茶をお願いします <laughs> って言って <laughs> しまったうんちくに気を取られてトマトジュース飛行機の中でうまいらしいっていう先入観でもうそのうんちくだけがあるからて きりトマトジュース頼んだらどこの航空会社も出してくれるもんだと思ってたけど、うん、確かにそんなマニアックな飲み物必ず置いてあるわけではないよなって頭を抱える話があったんですよあはいはいはいっていうことを知ってたからトマトジュース即答できたんだけど理由ね理由は知らんぞ <laughs> まあ予想してみましょうよでもねでも分かる気するよ気圧でしょどう考えてもこれね気圧うん僕ね 気に入りすぎて結構な人に出したんですよみんな言う大勢。気圧でしょ気圧でしょうやでね。恥ずかしいわ確信を持ってね気圧でさ気圧が下がるわけですよ飛行機は上空に行くと下の未来味を感じる期間がいつもだったら一気圧でギュって圧縮されてるからトマトの旨味に対する反応が鈍いんだけど 上空に行くと気圧が下がるから未来がこうギュッと膨張してさ、はい、言うたらその力を制限するギブスみたいなのをつけてた状態から本気モードみたいな悠々白書で悠ケが徳ロと戦う時に限界にかけられたあの鎖解いたみたいな感じで全力を発揮するわけですよ未来がだからトマトジュースのうまみ成分を感じやすい、うん、ファイナルアンサー僕さあの <laughs> ドラゴンズミの湯ってさ言ったじゃん <laughs> あの分かったでしょ待ってるかってないか。いや、逆転できるかな説得力ある理由言えば、なるほどってなるかなと思って。なんでこいつ粘ってんだろうってずっと思ってたけどさ。逆転できないっすから、これね。当然間違ってます。はい。だ何、あのギブスとか。わけわかんないことやめてくれよ。いつも力制限されてるやつが。 今「ベ <laughs> ロ」の話してからね今「有役章」の名シーンの力を借りて勝てるかなと思って違いますね<理>はいえ全然分からんなみんなが言、e、いが近いとトップ31位気圧2位高度3位飛行機内が狭いあるいはずっと座ってるので、うんうん、あそれありそう すべて違います。それありそう。すて違います。マジ。聞こますか？<laughs> <laughs> あのそれありそうとかないって。<laughs> あのほら動かないことによってさ、<laughs> 体の筋肉が硬直してるから、<laughs> 筋肉が求めるものが変わってくるってことは十分あるわけだよね。だからあのほらビール飲んだ後にさ、はいはい、枝豆食べたくなるのって。うん えー、ビールによって排出される利尿作用によってナトリウムの含有量が体の中で下がるから塩化ナトリウムが含まれる塩が含まれるものが食べたくなって枝豆食べたくなるみたいなことあるじゃん、はい、だからそれと一緒で、うん、狭い引きな内で座ってると筋肉が硬直してきて筋肉をほぐすようなイオンが含まれたイオンになるようなうまみ成分とかを摂取したくなるから、うん、動かないことによってトマトジュースが飲みたくなるし美味しくなるファイナルアン <laughs> の <laughs> 違うし、違うし、ビールと枝豆の関係と今の話の関係は全然違うよ。<laughs> あ<の>いや、ほら、体の状態に応じてベストな摂取物は変わるよっていう点では一緒だから、うん、アナロジーとしては成立してる。薄いね、抽象するの。 <laughs> これなんか説得力あること言えば逆転できるゲームじゃない、うん、部ととりあえず、うん、途中まで書いとけば途中式まで書いとけばあの東大後期みたいな <laughs>、うん、あの数学誰も解けないんだけど、うん、途中点をみんな稼いでそれでなんとか差をつけるみたいな、うん、そういうタイプの問題かなと思ったんですけど、うん、違いますかねあだか違うって <laughs> 違うって言ってるやん。 <laughs> なんで聞こえん今日なんでこんな遠回りしたくなっちゃうんだろうな <laughs> 不思議だなでは正解を発表しましょうかはいこれね面白いのがね飛行機に乗っている時と今地上にいる時で全然違うことを想像してみてくださいってよく言うんです クイズの途中でね確かにそれは気圧もそうですし高度もそうなんですけどもう一個キャミンアテンダントさんがいるかどうかですね。るな。よってやっぱりトマトの味が変わってくる CA さんがさんがいるとさトマト塗って美味しくなる繋つなげないとそこで今笑いとったんだからつなげないと何にも思いつかなかった。 <laughs> 見切びっくりしたびっ <laughs> り発車の走り出したけど何にも思いつかなか <laughs> っくた構造分かってなくてたまたま面白くできてただけだったのあれう <laughs> だろう何にも思いつかなかったわ <laughs> はい失礼しましま自転車さんがいるかどうかではなくてではないんですよ、うん、でねそう想像してみてくださいよ飛行機に乗ってるところって言っても、うん、みんな不思議と出ないんですよねこの,この、えー、変数がうん大体出た気するけどねそう、まあ、正解を言いますとね,ね、うん、<laughs> 音なんですよ <あ> <laughs> うるさいわこの本に載ってること元に正解を言いますと、うん、人間は 8085dB 体の騒音を聞くと、えー、グルタミン酸ナトリウムだったっけな、うんえー、トマトジュースの中に含まれるうまみ成分をより強く感じるようになると。ということで。 えー、トマトジュースってのはよりおいしくより甘く感じるようになるので多くの人がトマトジュースを、えー、と選ぶようになったということらしいんですね。んなんで雑音が聞こえるとうまみ成分感じるんですか 音ってのは味覚に影響を与えるんだけど、うん、全ての食品に一様に,、えー、に影響を与えるわけではないみたいなんですね、うん、でうるさい音ってのはおおむね、えー、と悪くするおい、ね、しいものをおいしくなくする方向に働くんだけども、うん、なぜかそのグルタミン酸ナトリウムに関してはよりはっきり感じるようになったと、うん、でここの理由はだからまだわからないんだが少なくとも研究によってお騒音ってのが原因でこの生物にもより強く感じるっていうことまでは分かっている。 っていうのがこの記述ですねはいはい。そのうんちく85点ですむかつくわ二条聞きましょうか理由を意外性の観点で100点だなと思ったんですよほら、絶対気がついと思ったの俺最初未来が開くかどうかみたいな話だろうなと思ってはい。もうなんとなくさ想像つくわけですようん。大体のうんちくってそうじゃんその 聞く前からなんとなくこうかなっていう仮説があるわけじゃん味ってなんで味っていうともうまあ味がいいからかなみたいなものはなんとなく仮説立つんだけど今回もなんとなく立ってたわけだよねはいでそれが完全に裏切られるっていう,そうこここれユーザー体験としても100点だったんですよ意外性はい、はい、ただ納得感がさ <laughs>、うん、<laughs> その騒音を聞くとトマトに含まれるうまみ成分をなんか感じやすくなるらしい って言われるとさ、うん、なんか30点ぐらいだな <laughs> 納得感が 2> 第二問 <laughs> なんでだよなんでだよ第一問のにもう諦めたんもうこれ以上足すものはないですから <laughs> なるほど第二問いっていいですかはいちょっと減点されました第一問は、はい、よかったんだけどね意外性はい第一問はね出店美味しさの錯覚でしたが、ね、面白そうな本でしたね 2> 第二問の出店は別ですよ違うんだ視覚化する味覚お いいねを彩る資本主義いいね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 ここから引いてきた問題これで100点を出しますはいさすがだね自信あるねうんだって俺いい問題できたと思ったもんねいいね問題はいアメリカのバーモンド州やニューハンプシャー州ではある食品についてピンク色に着色して販売しなければならないという珍妙な法案が出されましたはあ<ー> この食材はもともとの色はピンクではありません、はあ、ではその食材とは何でしょうかピンクにしなければならないと考えられた理由も合わせてお答えくださいなるほどどうしてもさはい紅生姜がが頭にかんでくれるずっと <laughs> <laughs> えー正解は紅生姜です <laughs> 理由は着色するから <laughs> おい <laughs> そんなのありか 100点これで取るって正気かその問題めちゃくちゃゃく面白いな逆に100点でそれあれこれ考えさせてね <そう S 1> 絶対紅生姜ないと思うんだよなって,言って可能性を捨てさせてえ正解紅生姜ピンク色です <そう S 1> <laughs> なぜなら紅生姜ピンク色の食べ物だからですそれ逆に100点かも逆に意外性100な <laughs> それだけはないと思ってたのに違います違いますよもちろん でもね俺結構わかるよそれ多分はいえっとね一発当てていいっすか、うん、卵ですという、えー、理由も合わせてお答えください卵ってさピンク色というか赤系にさ今でもするために餌に赤いものを混ぜるんですよねはいあの卵の殻って食ったものの色によって変わるからはいだから、えー、白い からの卵より赤い殻の卵の方がなんとなく高級感があるから高値で売れそうだからという理由で結構多くのえ鶏養鶏業者が赤いものを資料の中に混ぜているっていう話聞いたことあるんで知らなかったそういうことでしょう。 卵もでも染める法案、うん、法案が出されたのか染めて販売しなければならないならないという法案か<う>ああ着色ですねそしてじゃあ違うそうですねそうなんですようんちくとしてはね、近い近接うんちくなんですけど、うんね、ちょっと違いますね一発当てていいですかとか言ったけどあの喋りたいうんちく喋っただけで終わって <laughs> 自分で取り下げた定層 <laughs> を取り下げた <laughs> 何しに来たんだ間違えました喋 <laughs> りたすぎてさ勢いで訴状を出しちゃったけどあ俺が悪いよ <laughs> <laughs> ずっとさっきから一人相撲してんだよな <laughs> 本んだねこれ面白くてね、うん、これに先駆けて、まあ、これ1880年の話ですけどなんと、うん、同じ食べ物に関して、うん、イギリスでも赤色に着色すべしっていう法案が出されてます、うん、す,ごいすごいねほとんど同じ現象が起きてるんだそうなので、えー、と何かの理由で色を塗りたいってか塗らなければならない当局が規制しなければならないと思っていたああ分かった分かっただからうん なんかみんな食品偽装みたいなこういう色つけて売ったらめっちゃ売れるんじゃねえみたいなこと気づいてそれがエスカレートしすぎたからだめだよみたいなことでえまあ染めるの実質禁止みたいな感じでなんかだからわかんないけど多分緑色のものとかなんかほうれん草とかをさ 色薄いと美味しくなさそうだからはい、はい、濃い緑色にしようみたいな感じで、うん、緑にみんな染めて売ってたせいで、はい、染め物ばっかりになってしまってこれ全然ちゃんとした市場じゃないじゃんってなってほうれん草をピンクに染めて<ょ><何>例えで出しただけだったじゃんなん <laughs> で引きずられちゃうの想像したらさ <laughs> 辛すぎるのその状況ピンクのほうれん草気持ち悪い <laughs> 気持ち悪い想像したら辛いねピンクの食べ物って桃以外はほぼ見たことないぐらいでやっぱ基本的にねそんなにピンクのものって見ないですけどでもね合ってるよ方向は合ってるうんもう一ヒントいこうかある食べ物に似せてみんなが色を染めた結果あそれダメダメダメそれやったらまずいからつってピンクになったなるほどここがうんちくの肝ですねなるほど何かに似せようとしたんだねみんながね農作物ですか似せようとしたものは農作物ではありません 全然わかんないなそんなそんな状況ある<え>もう一個ヒント言うと、はい、ピンクとかマーカっていう色出てきましたけど色は特に関係ないと考えてもらって構いませんとにかく変な色にしてやれとそうすれば解消されるだろうっていう話ですねってことは、うん、加工食品系なわけじゃないですか農作物じゃないってことはうは、ね、はいおっしゃる通りですええー、あれ時代はどんぐらいでしたっけ1880年めっちゃ前じゃないそうですよ だから19世紀だから、そのあれはないわけだよね。カントリーマームとかはないわけないなんでカントリーマームないですね。加工食品といえば、この世にある加工食品といえば大体カントリーマームだと思うので、最初に。いびつだな。カントリーマームとかじゃないわけだから、チーズみたいなことよね。おっとベーコンとか、そういうことでしょ。昔からある加工食品。今 一手前の門まで来たのに全然違う方に急にポンってベーコンベーコンベーコンあチーズが近かったチーズ近いよあじゃあもういけるねえっと牛乳牛乳ピンク牛乳でもなくではなくではなくではなく解答権が1回の時のムーブねだからヨーグルトあヨーグルト何に似せて売られてたかって思ってもあんま浮かばないですよね やっぱ何かに似せたわけですよ。あ,あ、完全に良かったわ。はい。えっと、あんちうのか。えっと、だから、えっと、バター。うん。 ではなくマーガリンねマーガリンです。一発で当てたな。一発で当てたわ。あれほうれん草って言ってないだけ。言ってない言ってない。言ってない。もうんだろうなマーガリンだねって一発今いけてよかった。最短ルートでしたね。一応解説しておきますとみんなバターが出たにまにマーガリンってできてるんですけどバターににせようとするんですねみんな。でその結果黄色に塗るわけよマーガリンを。 そうするとバターとマーガリンの見分けがつかなくなってマーガリンってデフォルトは白とかかな多分はいでバターが当時黄色だったのでバターに似せて黄色に売るとそうすると見分けがつかなくなったりこれだとこのバター売れなくなるなとマーガリンの方が安いしっていうことで当局がこれを問題視し結果的にめちゃくちゃな色に着色しておけばバターの市場を守られるだろうということで。 ピンク色にして売るっていう法案出したらいいんじゃないかっていうところまでいったらしいだいぶバター業者に肩入れしてるねそうですねこの話ってね何が面白いかっていうと、うん、一つ目、うん、まずバターは本来黄色ではないことえそうなのなんですよえはいえバター黄色くない、ね、バターはえっ、ー、とね、えー、とだからこの時の時代の話でいうと、うん、黄色に塗ってるんですよ美味しく見せるためにんバターを,バターを バターをより典型的に美味しそうな黄色に着色してるえっそうなのですよそう,ほう,ほうそれはまさに実はこの本とかにおい、えー、しさの錯覚とかにも出てくるんですけど、うん、食べ物の色ってまあわかると思うけどめっちゃ大事なんですねうん、うん、美味しそうな色にすることってすごい大事でそうだねそうでバターもそれでまあこうご多分に漏れずはい、はい、黄色に塗って美味しそうにしてたんですよえだからもともとそんなに黄色くないんだバターってそう,うん、うん、なのにそれに引っ張られてマーガリンも黄色にしたんですよ <laughs> 滑稽だね滑稽でしょ、うんうん、でその結果マーガリンは、まあ、ピンク色にすべしみたいなわけわからん法律で出るよね、うんうん、さらにマーガリンはその結果なんか黄色に寄せない方が、えー、と良さそうだというふうになったんですけど、うん、マーガリンの製造方法が洗練されていくにつれて、えー、と植物油を使うようよにななったのかその結果ちょっと黄色くなっちゃうんですってすると。<laughs> 今黄色に寄せすぎるバターに寄せすぎるとダメってなってるんだけど、うん、最新の製法にすると黄色くなっちゃうと、うん、なので漂白してたらしいてか今もなのか、はあ、ちょっとわかんないけどはあ、はあ、ここに出てきたのは漂白したらしいその時はなるほどつまり まととめると本来黄色じゃないものに寄せようとして黄色くした結果黄色にちょっとなっちゃいそうだったのでピンクにするっていう風になったんだけどしませんでしたこれやめようと。だけども法が洗練されたた黄色っっぽくなったので漂白してますごいねえっといやいい例え思いつかないかなって今考えてたんだけど、うん、難しいその状態難しいよね難しいあんまない、うん、あんまないなえっと。 えー、例えばじゃあ僕が先輩のバンドに憧れて、うん、すげえ寄せた曲をやっ,たらやって、うん、文化祭のライブでやったら「お前こんなに寄せたら俺らとの違い分かんねえじゃないか」って言って無下にされるわけですよね。うん、で直せと「お前それやめろ」と言われるんだけれども、うん、翌年その先輩と離れてたはずなのに。 なんか先輩が影響を受けたバンドみたいなのの練習をした結果結局先輩の色に近づいちゃったみたいなことで「やばいやばい」ってなってなぜか急にデスメタル始めたみたいなことで「やばいやばいやばいってって」っうだね。だねポップスやるはずだったのにみたいな悲しいんですよねマーガリンこれすごいねそうこれ何がいいって今後スーパーでマーガリン見るとすごい切なくなるんだよね そうだね <laughs> この子かわいそうっていうもともと白っぽかったのに,に特にもともとそれほど黄色くもないバターが黄色くしてたからという理由でそれに近づけるために黄色く塗られて,てでも煮すぎだからだめって言われて今度ピンクに塗った方がいいんじゃないかみたいな提案までされてなんだよって思ってたら、えー、本来の製法が変化したことによって黄色くなってしまったんでひょしなきゃいけなくなった <laughs> すごいなすごいね マーガリンさもう一個悲しいポイントがあってさ、はい、結構その僕ビジネス書100冊読み比べる本書いたじゃんはい、はい、あれの中で食系の本も何冊かあって、うん、これ食えあれ食えっていう本結構読んだんですよ。はいはいはい その中には意見割れてるやつ結構あるのね。うん、これはこうやって食った方がいいとか、これ危ないから食わない方がいいとか、はい、結構意見割れてたりするんだけど、満場一致でこれだけはダメっていうクイ方があって、はい、なんだマーガリンです。<laughs> <laughs> いや、ほんとさ、マーガリンかわいそうだよなんか。<laughs> <laughs> マーガリン前世で何したのこれ、かわいそうすぎない。<laughs> ちなみにマーガリンの語源は、うん、ギリシャ語で。 真珠です。<laughs> 真珠いい語源なのにね。ええ、めちゃめちゃいい語源なのに,なにこう世界に振り回されることあるマーガリン。真珠なのにね、うん。なんかマーガリンをさ、うん、主人公にしたさ、擬人化した作品とか読みたいもんね。そうだね。すごい人生じゃない。すごい人生。着々 <laughs> しろって言われてさ、脅迫させられてさ、で現代であらゆる人から食うなってたかそうが嫌われてさ、そうだね。可哀すぎるよね。<laughs> マーガリンいわゆるそのトランス脂肪酸ってやつらしいんですよはいはい出た最近あの知った単語トランス脂肪酸ねトランス脂肪酸、はい、えっとだから多分人工的に水素を付かして、うん、二重結合を切ってんのかなかなんか分かんないけど要はもともとだと結合力が低すぎて液体状の油にしかならないものを固体にするために人工的に水素を付かしている工業的な製法で作られている食い物、はい、なので、まあ、自然物から程遠い、うん ので相当不自然な物質らしくてはい、はい、トランス脂肪酸は絶対ダメだから絶対に食べてはいけない食品のリストに必ずマーガリンは入ってますね常連常連どの本読んでも書いてあったからあれかマーガリン入れないとモグリだと思われるみたいな世界なのかな <laughs> もしかしてことかもしれないですけどあれすごい悲しいね,ねいやちょっとだからねマーガリン作られてる方とかさマーガリンの、うん 作ってる企業の方が聞くとあれだからだ、ね、僕はねマーガリンに感情移入しましたよはい、はい、なのでこれからもあの泣きながらマーガリンを食べようと思いますね <laughs>、はい、ちなみにあの僕もねマーガリン買っちゃうんですよあはいはい食の本読むブームみたいなのがたまに来るんだけどさはいはい箱で僕マーガリンを一回買ってしまってはいでそれ4分の1ぐらい食べた段階でそんだけ「うわーマーガリンボロクソ言われてる!」って気がつくわけですよ 買ってあるからさもう箱のでかいやつ <laughs>、うん、使い切るまではさマーガリン食うじゃん、はい、で残り4分の3食ってるうちにそ食の本読むブームとか全部終わってるのよでもどうでもよくなってるのよ、うん、トランス脂肪酸がどうこうとかもう全部忘れて暮らしてるから、はい、次スーパー行った時もマーガリン買ってしまって <laughs> <laughs> っていうことをこれまでの人生でずっとやってきてますああ それはね今読んでるね、うん、フードトラちょっとあの最後まで読み切ってないんであれですけど「フードトラップは」はニューヨーク・タイムズの記者が、うん、ジャーナリストなんですけど食品、まあ、特にアメリカってさ 肥満のの率とかがすごい社会問題になっていたので、ねうん、まあ取材してみたらちょっと相当やばいぞこれはと、うん、これ大きな問題になる前に警鐘を鳴らした方がいいんじゃないかって言って書いた本なんですけどはい、はい、それとかはもうまさにフードトラップって砲台なんですけど、うん、現代はえとシュガーソルトファット。うん つまり砂糖塩脂肪っていうはい、はい、重、病原菌鉄みたいなねフォーマット全く一緒だフォーマットの素本で、うん、まさにそれとかはその、えっとまあ、糖質とか脂質みたいなものって一回食うとやっぱもうめちゃくちゃ食いたくなるとかうん、うん、食欲をすごく活発にさせてしまうみたいな話が出てきましたねはあ<ー>だから最近栄養のこともねちょっとねあの詳しくなってきましたねでもさっき水野さんさ、はい、飯食ってる時にさ、うん、あれ芋って タンパク質でしたっけ炭水化物でしたっけみたいなこと言ってなかった言ったよアドバンスト問題上級問題アドバンストじゃないのよこれベーシックなのよベーシック中のベーシックなのそれはええ？いやいや僕はでもあの アメリカのシリアルの砂糖の量が小さしいくつかっていう情報とかは頭に入ってますよ <laughs> ちゃんとね10秒原近鉄のフォーマットでね、はい、学んだからね砂糖をさっきでもさ、はい、いやもう全然タンパク質も炭水化物も「た」から始まるからよく分かんないんすよね <laughs> っ言ってなかったそうね紛らわしいんだよねあれねみんな悩むと思うんだけどね 難しいんんですよねねあれねえみささ,んさ何も分かってなくない栄養の,その中学家庭科とかさ、うん、その理科で習うレベルのこともさあんま分かってなくないあの頃はねやっぱ健康だったからね、うん、覚えるモチベがわかなかったもんね。 興味なかかったんですかそうなんですよだからそこでね逃して <laughs> 最高の学ぶ機会を <laughs> はいはい、はい、でもまあアドバンストからで大丈夫かなと思ってアドバンストからやってますベ、ね、ーシックからやった方がいいと思うんだよな <laughs> <え>中学家庭科とか理科の知識あった方が絶対はかどると思うんだよ、ね、そうですかねあにわかにはちょっと信じがたいというか <laughs> <laughs> そもそも水野さんさその、はい、飯食ってる時にさ、はい、その栄養価というかうん、うん、何にどれぐらい何が入ってるか多分全く分かってないですよね えーとアメリカの CR に含まれているものがあかります。<laughs> はい、砂糖が多い。もうそれを読んだ知識だけなのよ。その一冊の知識だけで全てを語ろうとしてる。アメリカのチョコも、ね、砂糖多いからね。<laughs> 気をつけて。あとコーラも多いって書いてありました。砂糖が。大体わかるね、言今の人は。<laughs> そりゃそうでしょうね。あんだけ甘けりゃね。 <laughs> そうなんですよね <laughs> まあでも栄養だいぶ分かりますよ僕ははいえ魚は魚に何が入ってるのえっ、ー、とねこれもう申し訳ない、うん、当てちゃっていいですか、はい、どこさヘキサインさん <laughs> あれですね DHA ってやつですねはいあとイコサペンタエン酸はい IPAEPA かな EPA か体にいい成分だよね缶詰とかによく書いてあるよね DHA 次の問題ください EPA のそれあのね微量成分だからメイン栄養素じゃないのよそれそれ一番いっぱい入ってるものとかじゃないあこれ引っ掛け問題だわ危な当てていいですかはい魚種によって異なる まああのねそういう問題あるよねその1個すごい明確な答えがありそうに見えて実は魚によって大幅に違うんだろうな違う違う違うあるよ答え答えあるよ答えあるよこれね似たなんだよなまずね植物繊維は外して良さそうあ良さそうかなそうだから炭水化物とね脂質うん ここから選べばよさそうタンパク質はね <laughs>、うん、筋トレしてるやつそんなに食ってる印象ないから多分入ってないのよ <laughs> 魚にはタンパク質はあんまり入ってないそう、うん、だと思うね、うん、あのタンパク質はね鶏胸肉にしか入ってないっていう僕の今経験値から得た情報があった <laughs> 確かになマッチョのやつ大体鶏胸肉食うもんなそう,そうあとねあそうワンポイントアドバイスなんですけど、うんえっと、タンパク質はブロッコリーにも多く含まれてます へーそうなので、うん、ブロッコリーも結構筋トレに効くっていう話があります、ねはいはい、それはどうで学んだんですかこれは、えー、と最近ブロッコリーについて記事を作る機会があったのでブロッコリーにだけ重点的に勉強しました <laughs> その結果知りましたブロッコリーについてだけ非常に詳しいようですブロッコリーはわかるめっちゃ最近やったんで <laughs> アメリカのシリアルに含まれてる砂糖の量,とは,ブロッ量は小さじ7 <laughs> <laughs> 面白いなシリアルに入ってる砂糖の量は言えるしブロッコリーに入ってるタンパク質も言える <laughs> 言えますすごいねはいなのでえ魚はちょっとその魚を勉強する機会がまだ来てないので <うん S 2> ちょっとこの皆さんも今まあのエウレーカ町というかそのご存じないと思うんですけど多分ねタンパクえっと炭水化物じゃないかな炭水化物を最も多く含むファイナルアンサー <laughs> 違いますええ<ー笑> 惜しかったニアピンか2択外したなつまり答えは脂質違います違いますえあのねんか6個あったよなんかあのさえっと個有名なさ大きな大別するとさんか色でさ赤色のグループとか黄色のグループとかあったかもんかで6個ぐらいあってあったかもそれ家庭科の教科書に載ってた気がするそう炭水化物たんぱく質脂質食物繊維 あと2個わか,か大事な栄養素多分2個ぐらい忘れてる気がするんだけど、うん、あ糖質、うん うん <laughs> 栄養素じゃない <laughs> 混沌としてるあれ <laughs> 混沌としてる <laughs> あと魚は何を一番含むんだ全然わからん <laughs> すごいね水野さんやっぱ本当に理科も家庭科もできないんだね <laughs> 全くできないんだねうるせえようるせえよ <laughs> すごい感動的にできてなくて今びっくりそれ全く整理されてない人のさ特有のさる、うん、あ,のあるじゃんその レイヤーが全然分かってないというか、このように携帯電話ってどんなのあるのみたいに言われたら、iPhone とスマホと、はいはいはい、レイヤーがね、揃ってないというそれ、iPhone と Android のスマホをまとめてスマホだと思うけどな、みたいなやつあるじゃん。今まさにそれが発生してるすごかったね。あ分かった、えっとね、糖質がどっかに含まれるのかな、じゃあ。違いますかあ、でもそうそうそう、えっと、な。 まとめると多分、うん、炭水化物って言われてるやつと、うん、糖質はほとんど同じ意味で使われているえうん、えそうなのそう？そうでしょう <laughs> そうでしょじゃねえよそうでしょそうだよすぐそうやって置き去りにすんだから小学生いやいやいや糖質制限ダイエットとか死ぬほど言うじゃんみんな言いますねあれ炭水化物を食わないっていうのと同義だから俺だから炭水化物も糖質も多く含んでるのかと思ってましたねああ別物ご飯とかがうん白米とかがね抜くんだろあれそうそうそう抜くやつ。そうだと思ってたわ根本的には多分同じものを指していてそうなんだで多分混沌とさっきしてた議論を整理するとはい 三大栄養素、うん、家庭科で習うと思うんだけどうわ三大栄養素が、えっとえっと、納税と教育を受けさせると <laughs> それで、ね、国民の三大義務だ憲法で定められてるやつだ家庭科で科目間違えたな勤労だね納税と勤労と教育を受けさせる義務がそれじゃなくて炭水化物うん。 あてかあとさ俺いつもさ成分表見る時思うんだけどエネルギーってあれ炭水化物あれって炭水化物一緒じゃんじゃあ糖質とか一緒じゃん <laughs> もうあでも違うわごめん違うわ、はい、えっとタンパク質とかも変換されるとエネルギーになるんですよ は <laughs> おいおい <laughs> 待てって <laughs> それ揃えてかけよじゃああそこのとこにだから全部いろんなもん炭水化物入ってる量がこれぐらいで、うん、タンパク質が入ってる量がこれぐらいで、うん、脂質が入ってる量がこれぐらいでみたいなやつが全部エネルギーに変換された時にこれぐらいになりますっていう合計量が書いてあると思うカロリーウィダ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 ー,ウィダーじゃないねえっ、ー、とインゼリー とか確かエネルギーって書いてあった気がするけどる、ね、<laughs> そういうことかあれはそう最終的に変換される熱量の量熱量だと思うなるほどで3大栄養素は炭水化物えー、っと食物繊維、えー、っと脂質脂質っていいのか <laughs> 脂質ってなんかい食ったらあんま良くなさそうだけどいいのかな脂質 <laughs>、えー、食物繊維アウトで<え>食物繊維アウト維。タンパク質をインしましょうあタンパク質忘れてただからタがさかぶってるからさ <laughs> すげえ分かりづらいんだよな <laughs> すごいね水野さん本当にあれだね家庭科も理科も何もやってこなかった <laughs> えあれ中学校、A、アップ <laughs> <laughs> お 中学,よ中学校エアップしてるから、だから教育受けさせる義務、親が果たしてるって俺、いや、水野さん、てっきり中学校のエピソードとか捏造して、<laughs> エアップで今までやり過ごしてたのかなえー、えー、みんなの前で漫才とかね、やってたのか、うん、あれ、いや、無双だったの、僕の、こんな中学を遅れてたらなっていう、<laughs> そ,うそうそうそう、妄想で、エアップでさ、俺、杖系妄想小説みたいな<ー>感じで、中学時代のエピソード喋ってたのかなと思って。<laughs> くこんな家庭かちょっとできないだけでさむかつくわまとめとくと三大栄養素がその炭水化物質炭水化物脂質脂質と食物繊維も脂が一緒だからまたこれ混同するなあっごめんこの言い方は正しいか分かんないけど要は体の中で消化されないでそのまま出ていくもの入れる意味ないやんじゃ でもまあほら、お通じをよくするとかさはいはい。体の中の排石、え老廃物。老廃物をこう、排出するのに役立つ。持ってってくれる。ほあ。何の理解、合ってるか知らんけど、僕の理解はそう。まあ、水野に教えるならこんな感じで教えると良いだろうっていう話を今してるわけね。そうだね。はいはい。だから、老廃物持ってってくれるみたいな効果はあるっぽくて、はい。非常に取っとくと良い。うんうん。けど、それ自体が別に何か特別な働きをするわけではない気がする。そうなんだ。うん。あれ、待って待って、ビタミンどこいったそういえば だからねそこがごちゃごちゃになってんだよ <laughs> ビタミンとかミネラルとかは微量栄養素であって、うん、メイン栄養素じゃないのよ、はい、ビタミンもうんへえ<ー>タ,タ,タウリンはタウリンは配合してる微量栄養素ですらないよね <laughs> 多分そのまあ微量を入れると体が特殊な反応をするは、うん 物質なるほど。微量栄養素とも言わないような気もするけど、あ栄養素ではないやついんのかよ。<笑><笑>でもだからビタミンとかミネラルはさ、うん、桁が全然違うわけよ。はいはい。オーダーが違うと。オーダーが全く違います、うん、だってあれじゃん、あの、1000mg 配合みたいな感じじゃん。うん、ビタミン A、1000mg も入ってないな、1000mg みたいな。はいはい,い。キログラムとかだっけ キロでも盛りすぎかグラム5 0 0ムとかだもんねあそうそうだから肉1 0 0ム食ったらタンパク質がうん1 0ム含まれてますよそっかそっかあいや単位見たことなかったねやっぱね単位見ようよ揃ってないと思ってたからね全部グラムで測れるんだって思ったから今あそう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 もちろんもちろん揃ってたんだっていう驚きがありましたねそうそうだからえっとこれ前もちょっと話したかもしれないけどビタミンの定義ビタミンの定義は 体のと働きを整えるみたいな教科書では習うんですが、はい、人間が必要とする微量栄養素のうち有機物であるものがビタミンで、うんうん、無機物であるものがミネラルらしいっすよ。え,えうん。いや違うだろう。手分けられてるらしいよ。違くない <laughs> いやそうらしいよ。嘘 <laughs> ミネラルとビタミンは人間といか有機物か無機物かの違いなのそうらしいよ、えー。にわかには信じがたいな <laughs> 全然違うものだもんなだって鉄とさ <laughs>、うん、ビタミン A はさ、うん、もう出筋から何から何まで全部違う気がするもんね。うん、でも定義としてはそう人間の健康に寄与する物質で微量に必要なもの。 で有機機物物と無機物だからさマトリックスとしてはさ人間に役立つ役立たないと有機物無機物っていう二軸で分けてるってことでしょそうだねへえだから例えば役に立たない無機物を毒とかみたいな感じの言い方をしているとかってイメージなんだよね例えば、うん、そうだねそうだねうんあのさえっ、ー、と小倉平九さんのさ発光文化人類学に読んでさ、うん、俺全然発光の知識も当然ないからさ、うん、理科音痴だからはい、はい、びっくりしたんだけどさ発光と腐敗の違い知ってます 人間に役に立てば発行で役に立たなければ不敗でしょ。カンニングしたな。違う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 。<laughs> それ知らなくて。こ常識じゃない。うん、常,識常識じゃない。あ、じゃ小倉さん本当あのわざわざ書い,といていただいてありがとうございます。<laughs> 本当に今僕すごく勉強になりました <laughs> ちゃんとね水野さんをキャッチアップしてくれるために書いたんだと思います。小倉さんも。そういやそうそれとかも知らなくてさ人間都合なんだこれって思った覚えがあって。<うん S 1> ビタミンとかミネラルもそうなんだね。それに近い。人に役立っちゃいいんだね。そうだね。 まあ、あの微量栄養素のうちっていう定義だけどね量に必要なもののうち役に立つもので有機物か無機物かへえやっぱ覚えられんなあ満 <laughs> すること多すぎるもんね <laughs> でも僕これなんかね忘れちゃったなんちゃら栄養図鑑これ一冊で一通り分かる栄養図鑑みたいなやつ読んだ時にこのビタミンとミネラルの定義読んで愕然としたんだよねビタミン A っていうのは特定の物質があるわけではなくて同じ働きをしていればそれはもうビタミン A です。化学式としては全然違う物質なの。うんちょっと正確に忘れちゃったル,ルチオールみたいな物質と、うん、えっと ベータカロテンみたいな。あ全然違う。違う物質が。全然違うね。両方ビタミン A ですって書いてあった。嘘だろ。嘘だろって思った。カロテンってトマトに含まれるやつ？あ違う。それリコピン。えっとカロテンはなんだあの。人参か。緑黄色野菜。そうだね。人参だな。人参だな。うん。に含まれてるやつと。とレチオールみたいなやつ。えっと何アンキモかに含まれる。アンキモ。アンキモ。ダメだもう何も信じられなわ俺。 <laughs> がそう同じビタミン A なのよはい、はい、全然違う物質なのに同じ働きをするからなんか目を保護するみたいなうん,うん、うん、同じ働きをするからビタミン A って分けられてるらしくて、はい、そんな分類の仕方だったのこれへ<ー>ビタミン A って物質があるんじゃないの衝撃を受けたうんやっぱあれだなだから逆に言うと俺さ、うん、ゼロすぎてさ、うん、ちゃんとした栄養の本質問誰かに教えてもらったらちゃんと多分理解できるよ、うん、そのちびちび算一的なやつやるからダメなのだあって。そうだね そいい本あったらちょっと教えてほしいですねおいしさの錯覚読んでる場合じゃないかもしれないですねえー、<laughs> そうなの <laughs> 中学家庭科これ一冊で全部わかる中学家庭科みたいなやつ読まないといけないかもしれない今ねフードトラップ読んでるんですけど三章、うん、立てで第一章、えー、砂糖、うん、第二章塩、うん、第三章脂肪、うん、この三つですね、うん、全てどういう働きをするのかどういう害なのか知りません僕はあ,あそうなんだ知らないまま読み進めてます だからそのシリアルにはい砂糖がね小さじ7ね、うん、入ってるんだなみたいなことは知りながら読んでるわけですねはいそうです糖尿病になるだろうなはわかります砂糖取りすぎるとどうやら糖尿病になるだろうなってことはわかるこれをねはい僕の類晴れなる思考力によって推論しました、うん、<laughs> 全員わかるんだ それにしてもさの夜コンピューター科学ラジオやってても思うけど水野さんが理科全くできないのいや可愛くて面白いなと思って最高っすね自分はちょっとさ社会化できるからってさ偉そうにさ俺知ってるよ堀本さんの弱点ないよほに全体的にね広く社会もね理科も数学も得意だよねできるね英語もだよねそこそこね国語もまあまあ得意なんだよねそこそこできるんじゃないですかね方向感覚弱くない あーわかんなないい、うん、方向感覚はできないっす堀本さんを一、えー、回ねゆるゲンガークラジオの収録行った時に「うん、昼飯食いに行くか」っつって、うん、昼食いに行ったんですよ、うん、でその時に「ちょっと今日せっかくだし何か新しい店開拓しに行くか」っつって、うん、普段行かないところにわざわざ出張って行ったんですよね,、うん、ねはいでドカ盛りのねすげえ飯食わしてもらって「うん、さあ帰るぞ」って言って、えー、と10分ぐらい歩いて家に戻った、まあ、10分ぐらいの距離の場所だったんで,はい、はい、で堀本さんと一緒に家に戻って。 うん、あれ携帯がないて出して忘れちゃったんですよね、僕はスマホをね。で、僕も満腹で眠くなってたんで、うん、てっきりね、分かった,かった取りに行ってこやと、うん、僕家で待ってるわって言おうと思ったら、うん、あちょっと待ってって言って、うん、道わかんないって,って。<laughs> だって、スマホ忘れてっちゃってるからさ、もう地図アプリ使えないわけですよ。うん、そんなもん店にたどり着けるわけないい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 ややややややや そうでね、僕も信じられなかったんですけど、うん、いや本当に地理弱いっぽくって。うん 例えばですけど地下鉄とかでさ地下に入ったらもう訳分かんなくなるらしいの堀本さんがなるよなるよそりゃそうでしょえやいやだって地下入ったらさもう地上と別世界じゃんポケモンのさ海1個降りたら違うマップになってるみたいな構造じゃないからチゃチゃちゃチゃチゃつってフロア変わったらもう別マップだからもうそれまでの方向感覚ゼロになりますよビルって垂直方向に伸びてるからさいやわかるよ理屈としては理屈としてはわかるけど 俺一人称視点で生活してるから <laughs> その俯瞰で生活してないからその階段降りた瞬間にはもう分かんなくなってるわけですよ <laughs> あ別マップだもう無理よよく分かんないけど俺は <laughs> 3回曲がったらもう分かんないから <laughs> 元の道もう分かんないから <laughs> <laughs> 意味がわかんんないもんね <laughs> そうでだから結局 <laughs> 水野さんあのスマホ持ってついてきてくださいって言って、うん、雨降ってんのにさ、うん、わざわざ往復20分歩かされてさ <laughs> で実際ねわかったじゃあとりあえず僕地図を教えの。 情報与えないんで、うん、えと前の道辿って戻ってみてくださいってっ、ね、同じ道ですからね言ってもはい、はい、って言ったら早速あの結構序盤で道間違えて <laughs> あれこっちだっけとか言って変なとこ歩き始めてなな <laughs> この人普通になんかそのもし僕が堀本さんだったら方向音痴の人のことめちゃくちゃ足ざまにののしりそうなのに <laughs> その論理的に間違ってるみたいなとかはい、はい、進化し遅れてるみたいなこととか言いそうなのに、うん、その方向感覚弱いのよく分かんないなと思って。 うんこれだってね方向感覚強い方が優れてますよねその優れてるというかさ、まあ、優れいやいやいや方向感覚が強い方がいいよね普通にねいや逆でしょえ進化した人類だからこそ方向感覚がなくてもいいんですよえそうなのこれはねあの無知の科学、はい、前にも出しましたけれどもはい、はい、無知の科学とかでしつこく強調されてることですけれども、うん ホモサピエンスは知識をアウトソーシングすするのが非常に上手いんですよ自分が所属する集団にある知識は自分が個体として持っていなくても問題ないという思想のもと狩猟採集時代の頃からこれにこの薬草の場所はあいつが知ってるからそれで構わんと。 あいつを参照すれば良いんだという誰に聞けばいいかという情報だけを記憶してそのもの自体は覚えないっていうことができるようになってたわけですそれが脳の容量を節約することになり引いてはホモサピエンスの躍進の歴史に繋がったわけですはい。だから自分という端末の中で処理しなくても済むものはアウトソースするっていうのがホモサピエンスの進化の根底にあるわけであって現代はもうスマートフォンがあるわけだから地図アプリが処理してくれるわけですよ どっちに行けばいいかなんてのは、うん、だからそれを僕が脳でわざわざやってたらほかにはもっとやるべき本質的なクリエイティブとかに脳の力を避けなくなってしまうわけだから <laughs> 最も進化した人類のやつむしろ道どっち行けばいいかなんてことをわざわざ処理しないっていうのが本質的なところに力を注いでいる <laughs> 選択と集中を僕はしているのであって <laughs> はい、はい、方向音痴なのは何ら恥ずべきことではなくむしろ誇るべきことですらあると言えると思いますね間違いない。確かにね僕らがさ、うん えー、固定電話しかなかった頃ってさ、うん、友達の家の電話番号暗記してたよねあ,あそうそうそう、ね、あれ今でもやってるやつ見たらえ、うん、なんでそんなのわざわざ覚えるのってなるじゃんはいはいはいちゃんと適切にアウトソースできるテクノロジーができたならみんなアウトソースするんですよはいはい地図もそうはい、はい、え僕方向感覚強かったじゃん、うん、これはバカですかそそうだからアウトソーススししびれててるな <laughs> <laughs> ちょっととホモサピエンスとしての パワーが足りないんじゃないかな。最適ができてない。ちょっとタイプの。まだオランウータンやってる。道案内してもらいながら <laughs>。あ、そっちなんだ。ありがとうって言いながら、まだオランウータンやってる。<laughs> 僕堀本さんがさ、はい、出演してるトークイベントとかさ。はいはい、見るんだけどさ。うん、すぐさ、そうやってこう、極論を言うというかさ。うん、なんか。みんな。 思ってることと逆のことをさそれっぽく言うよね <laughs> いやいやそんなことないですよ別に僕は信念を持って出てますから、うん、トークライブとかに、うん、だってさ方向感覚なんて絶対あった方がいいと思うのにさ <laughs> ない方がさいやいやいやアウトソースした方がいいアウトソースした方がいいとか言ってさなんかねちょっとそれっぽく丸め込まれてるけどさでこれとかどうですか <laughs> はい。え、地球環境は保全した方が良いいやこれはいや<え>は

<laughs> 地球環境は積極的に破壊を推し進めるべきだってさ、はい、そもそも地球環境破壊しないって何かって言ったら、うん、ホモ・サピエンスが生まれてないのと同じ状態なんですよ、うん、ホモ・サピエンスが文明を築くことってもう環境破壊と同じだから、うん でもさ、うん、それが悪だと断罪してしまったらさ、うん、我々が触れることのできる素晴らしい数々のコンテンツとかあるわけですよ、うん、文明みたいなものですか,文,化とか文明ももちろんそうだしあらゆる文化シェイクスピアとかね、はい、芸術もそうだし、うん、学問もそうですよアカデミックもうん、うん、このアカデミック脈々と積み重ねてきた歴史みたいなもの我々大好きじゃないですかそうですねはい魚戸先生のね「地、うん」あとかね「天体」 地球が回ってるんじゃないかっていうデータを脈々と積み上げてきてあった、ね、そこに散っていった人たちの命がありそれでも少しでも真理に近づきたくてみんながやっていく営みみたいなものが大量にあるわけですよ人類には。ねなんかそれをいっぱいやってきた上で我々の生活とかこの文明みたいなものがあるわけであって、うん、これらすべてが環境破壊の産物といっても過言ではないわけですなるほどはい,はい、はい そして我々はこうして触れている素晴らしい本美味しさの錯覚とかさ、うん、コペルニクスの出した理論とかさはい、はい、そういう素晴らしき人類の英知がすべてなかった方がいいとあなたは言い張るんですか <laughs> そういうものはすべて環境破壊の上に成り立っているんですよはい、はい、我々はそれを尊いと認めていたでしょう,うん、うん、ってことは環境破壊っていうのは必要なことであって、はい、積極的に破壊していった方がいいんですよ <laughs> 人類の営みなんだからそれが。<laughs> <laughs> <laughs> そうか確かにアメリカのねコラムニストニック・ランドとか加速主義を唱えてますけど加速主義っていうのはねそのえっとテクノロジーの発展っていうのをより 強く推し進めることで結果的には資本主義よりも良い形にしそれは引いては環境破壊を止めたりだとか地球の発展を進めるっていうえっとだからあれですよねあのセルジュ・ラトゥーシュが研いた脱成長最近流行りの脱成長の真逆の概念ですよねだなんかそうか堀本さんは加速主義者なのかそういうことですいい完璧な補完がねなるほどニック・ランドとかあのディアマンティスとかを読んで加速主義的なムーブメントにもかなり傾倒した タイプのディアマントスを読んで読んだんですよ、僕はディオファントス方程式と混じってないディオファントス方程式となディオファントスを読んで僕は加速主義に傾倒したんですよディアマンティスを読んで加速主義に傾倒してたんでそういう下地があってこの主張はしてますねもう一度改めてどういう主張でしたっけ環境は積極的に破壊した方がいい これ大丈夫かな？なんか環境保護団体とかの人とかが見て怒んない？<laughs> ね、あの信念ですから。そう、破壊した方がいいです。それはそうです。破壊した方がいい。もちろん。そうですね。じゃあ、折本さんも本当にそのできることからコツコツとということで、ううとで個人的にも、<laughs> <laughs> そうですね。個人的にもコツコツと環境を破壊して,いって。 <laughs> やめろ俺が海にペットボトルとかポイ捨てしてるみたいな感じにすんのやめろ <laughs> でこれは無理でしょ人前に出るときは衣服を着るべきだこれは無理でしょこれはもうさ <laughs> みんなが趣向性だろうえないよねこんなもの、ね、いや,いや <laughs> 服は着なくてよい <laughs> 着ないべきです <laughs> 全裸で外に出るべきです <laughs> 着 <laughs> てはならない誰も着てはならないん <laughs> <っ>ですよこれは <laughs> 誰も寝てはならないみたいなね、うん、言い方してしまいましたけど、うんうん、えちょっと補強してみてくださいできるもんなら無理でしょこれを補強すんのはそもそもさ、うん、服を着てる理由がさ、うん、何なんですか我々は 文化的な慣習コスチュームの語源はねカスタム慣習と関係がありますから、うん、ああすげえおしゃれはいあこれやりましたよおしゃれやったね<の>どっかで聞いた気はする、うん、はいあのなのでやっぱり文化的な慣習ですよねそれはそうだねうんでもそれってさ元を正すとさ、うん、キリスト教圏のさ、うん、アダムとイブじゃないですかああ二人とも裸でしたね全裸だったわけじゃないですか 身につけたというかヘビにそそのかされてね,れてね、うん、知恵の実を食べてしまったわけですよねそれによって恥ずかしくなって服を着始め着てるわけですよねうん、うん、これわかります無茶苦茶な状態になってんのんつまり我々今西洋圏の常識を取り入れて洋服を着てるじゃないですか、うん、はいはいはいでも洋服って着た方がいいんだっけ着ない方がいいんだっけっていうのを同じように西洋圏の常識に照らし合わせたら、うん、聖書的には着ない方が良かったわけですよねはいはいはい それミスっちゃったよと罪で服着始めちゃいましたよっていう話なのに、うん、その洋服を着る文化を持ち込んで我々なぜか洋服を着てるんですよはいはいはいわわけわかんな,いかなこれそうですね確かに言われてみればそうですね学校の先生がさ「うん、これやんないほうがいいぞこれやんないほうがいいぞ」って言いつつこっそりやっちゃってるみたいなね「はははいはい、はいタバコなんて吸わないほうがいいぞ健康に悪いんだから」って先生は一生懸命言ってるんだけど 吸っちゃんだよねって<ー>吸っっちゃってるのを見て生徒がたばこ吸ってるみたいなもんですよはいはいはい、はい、吸わない方がいいぞって教えがもうちゃんとあるんだから、うん、吸わない方が良いんですよたばこはなるほど中学生たばこ吸った方がいいと思いますかいやない吸わない方がいいと思いますじゃあ我々も服を着るべきではないんですよ <laughs> 洋服を着ないで外に出るべきなんですよ <laughs> 同じことなんだからって先生がさ「タバコ吸う方がいいぞ」って言ってるのを見てバコ吸ってるのと一緒なんだからないいそっか確かにねそれこそ、えー、衣服っていうのは、うん、割とジェンダー社会的なジェンダーも押し付けられているわけでそういった、まあ、しがらみからの解放という意味も込めて、ね、堀本さんは主張されてる。 っていうね<え>、部分もあるわけですよね。ね,ね、服なんてもう本当にそれの温床じゃないですか。学校の制服で、その LGBT 配慮足りないみたいな話よくやりだめになりますけど、ね、えっ、ー、と女子高校生が、えー、ズボン。うん いいいて投稿してはいけなすすムーブメントもありますねジェンダー問題あるだろうっていう話がありますけどそれを解決する方法はたった一つ洋服を着ないで外に出るようにすることなんです <laughs> これで全部解決するんですよジェンダーの問題もそもそも文化としておかしいんじゃないか洋服を着る文化持ち込んじゃった方おかしいんじゃないかっていう全部全部込みですしがらみからの解放完璧ですという意味と、えー、ヘビにそそのかされないことこそがソ、えー、と服を着ないこと<う>僕らは今ヘビにそそのかされたからなぜかい 服を着ててるのであっ例えば寒冷な地に住むロシアの方とか、うんえー、あるいは非常に温暖、まあ、温暖は大丈夫ですか北極に住んでいらっしゃる方とかも、うん、気温がいくら低くても、うん、それは蛇にそそのかされてるから着ているので全裸で外に出た方がいい <laughs> <laughs> ということですかそうですよ南極とかに住んでる人極、はい、地に住んでてめちゃくちゃ寒い人も服は着ない方が良い。 なるほどなです、ね、そっかなんかちょっと丸め込まれましたってなるわけないだろ <laughs> あ<の>完璧な論理だったけどな <laughs> 一部の隙もない完璧な論理だったけどな服着たのは体温維持や蛇 <laughs> <laughs> にそそのかされて着たんじゃねえわ <laughs> まあそうかなそういう考え方もあるっていうぐらいのそう,そうですね格論反対相論は一緒みたいなことかなみたいなことですよそうそうだから別に服の期限はどうでもいいんですようん、うん、その 西洋圏には教えとして服を着ない方が良いなるほどそれが理想郷だって教えがあるのに洋服を着るという文化をなぜか持ち込んじゃったのかダブルスタンダードなのだからなるほど持ち込まない方がいいということで何ら論旨は揺れてないですなるほど、ね、完璧ですいやーちょっとなんか明日から脱ごうかなって気になってきましたね素晴らしいと思いますぜひ うただでさえさ宿のスタッフさ,あさあ僕らがふつ2泊3日さ男2人でしてさずっと部屋から出ないから何をしに来たんだってなってんのよて出てきただけで通報待ったなしですね <laughs> めちゃくちゃ怖い。 なるほどね。じゃあそうなってくると、ちょっともう一回確認ですけど、うん、これはだからえっ、ー、とこれちょっとどうですか。えっと地球環境は積極的に破壊すべきだ。いや、地球環境は保全した方がいい決まってますよね。<laughs> <laughs> それあそうで何を言ってるんですか水野さん <laughs>。 そりゃそうでしょ <laughs> いやだって地球環境破壊していいわけないじゃん,そんだって有限の資源ですよ地球って非常に大事な我々という文明を支えてくれている非常にかけがえない星ですよ<れ> <laughs> 文 <laughs> 明って環境のでなかったっけ <laughs> 上手なテクノロジーとかを使ってさ我々も,そのもう無理して成長しようみたいなところからさうん、うん、脱してさ、うん、ちゃんと SDGs <laughs>、はい、サステナブルなものをやっ,ぱやっていかなきゃいけないからだからそういうね産業大地みたいなのもやめてさ。うん 上手,に上手に自然と共存していく方法みたいを探らないとダメですよねそれはもう21世紀を生きる人類として当然のことだと思います必ずやった方がいい心がけです <laughs> あれあれえ環境もうちょもう一回聞いていい、はい、環境は積極的に破壊すべきなんですよね いいいいや違いますすよよ保存した方がいいですよ環境は保存した方がいいちゃんとサステナブルなものを作っていかないとそれが21世紀に生きる人類の定めですあれあそっか、うん、そっかあな何を言ってたんだ俺は当たり前でしょ何やってた,たんですか環境を積極的に破壊した方がいいはずがないでしょダメですよそんなことしたら美しい地球を守りましょうよ <laughs> <laughs> そうですよねだってそれこそ地球環境的 <laughs> あの国際的な枠組みでね炭素税の導入とかそうやって経済活動の発展と環境保全との両輪を回すっていう仕組みを整えようっていうムーブメント高まってるわけですから当然地球環境を保全した方がいい決まってるよな。いいいいいや積極的に明かしていった方がいいと思います <laughs> <laughs> やっぱりさ、人類が生きるっていうことは、地球環境を破壊するということだから、文 <laughs> <て> <laughs> 明,明のさ、その人類の英知を捨てていいのかということですよ。環境保全して、それが第一だってなってしまったら、人類の英知を軽視するという視点につながりかねないのであって、やっぱり産業革命で環境を破壊したから成し得たことなんですよ。積極的に破壊していった方がいいです <laughs> 皆さん、スマートフォンを2個持って、15秒前のと、ここで同じ感能性して戦わせてみてください。<laughs> とということでね堀本さんのしゅインターネット芸人的瞬発力をね <laughs> あの存分に僕が楽しませてもらいましたよ、ね。嫌、ね、な,な前例を作ってしまった感じがしますけれども。ね <laughs> ね、というわけで、ね、そろそろこの回も終わりにした方が良い。いやこの回はまだまだ続けた方が良くて <laughs> なぜならこの回は結構跳ねた回であって盛り上がるというとのはやの,のでもこの回で伸ばしてしまうと絶対うまくいかないんですよ<あ>もう二度と。だからこのラジオは 一回の言語を続けなきゃいけないというルールをこのをラジオに設けるべきであってそれがインタビューの自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上お聞きください